こんにちは、小西貴文です。今日はロームのブーツリパティーンを紹介しようと思います。リパティーンはロームの中で一番最高級モデルで、一番いい素材を使って作られてます。特徴はビブラムのアイストレック 2.0 っていうソールが使われてます。まあ、ちょっとコンパウンド柔らかくて氷の上でも滑りにくくなってます。山登る時もいいんですけど、駐車場とか凍ったところでも滑りにくくなってます。耐久性もやっぱビブラムはすごくいいのでおすすめです。インナーがウルトラロン FIT っていう、一番これも最高級のインナーが入ってて、軽さと快適さと耐久性がすごくいい点で、初めて履いた日から調子がいいのが結構ロームのブーツの特徴で、その良さが長く続くっていう感じになってます。中がこういう感じに、まあ、フリースっぽい素材で作られてるんですけど、こういうグリッド状になっていることで、まあ、この毛のあたりは柔らかいんですけど、こう群れをこのグリッド状、この筋から群れが逃げていくんで、この暖かさと快適さをこう両立するような素材で作られてます。ここの X みたいになってるのがついてるんですけど、スケートカフ 3D って言って、これで足首をガッと押さえるので、もうそこまで硬い感じじゃないんですけど、あのかかとの浮きをこれですごい効果的に抑えてくれてる感じもあります。あとこうブーツ自体にこうフレックスがあるんで、曲げた後に戻る機能がついてるので、これ僕ブーツですごい重要だと思ってて、だこれがあるからすごいグイングインってこう返りが良くなってるんで、まあ、その戻る力すごいローム大事にしてるなって思います。アウターの中にこういう風なハーネスついてて、これでインナーをしっかり止められるんですけど、かかとがよりビシッとロックすることができる。あとこのブーツはボアが2つついてて、この外側にある部分は真ん中より下プラスかかとですね。ここ締めるだけでかかとめちゃくちゃホールドされるんで、さっきのインナーハーネス締めなくても僕はこれで十分かかとしっかりできるなって感じです。でこれ上はボアのコイラーついてて、こうやって緩めると自動である程度締まってくれて、残りこうやって締めてやるだけですね。あとこのリバティーンってブーツはこのダブルボアと、前は紐でこの横のボアがついてるのと、あと全部紐なのと3種類があります。まあそれは好みで使い分ければいいと思います。誰にでもおすすめです。はっきり言って初心者の人でもいいと思うし、めちゃくちゃ上級者の人でも大丈夫なんで、初心者の人でもまあ硬すぎないブーツなんで、ボアを締めすぎなければって言ったら変な話やけど、あの柔らかい感じで履くこともできるのかなと思います。まあ、より上質なのを求めたい人はこのリバティーンおすすめです。